アリジゴクウスバカゲロウの幼虫アリジゴクノスウスバカゲロウはアミメカゲロウメウスバカゲロウカマーミリアンティデイの昆虫の総称またはその一種ウスバカゲロウエギノマイヤマイケンスマクラクランを指すウスバカゲロウカはカゲロウという名が付けられているがカゲロウメとは遠藤イ昆虫であるただし一般的に区別はあまり気にされていないいわゆる アリ地獄の成虫の名として有名であるが、本家すべての種の幼虫が、アリ地獄を経ているわけではない。卵幼虫さなぎ成虫という完全変態を、する昆虫である。外見はトンボによく似ていて、細長い体、丸い頭と細長い羽を持っている。ただし、止まる時は羽を背中に伏せて畳むこと、頭は小さくて複眼がさほど巨大ではないこと、触覚が短いながらも、 太いことなどで区別できる。また、カゲろうというだけあってその飛び方はひらひらと舞うようであり、トンボのように上手ではない。触角が短いので、角トンボと区別できる。地方によっては、極楽トンボ、神様トンボなど様々な俗称がある。このグループの一部の幼虫は、アリ地獄と呼ばれ。 軒下等の風雨を避けられるサラサラした砂地にすり鉢のようなくぼみを作り、その底に住み、迷い落ちてきた地表歩行性節足動物に大顎を使って砂を浴びせかけ、すり鉢の中心部に滑り落として捉えることで有名である。英語ではアントライオンと呼ばれている。捉えたいものには消化液を注入し、体組織を分解した上で後期より吸収する。 この吐き戻し液は獲物に対して毒性を示し、しかも獲物は昆虫病原菌に感染したかのように黒変して致死する。その毒物質はアリ地獄と共生関係にあるエンテロバクター、アイロンエネスなどに由来する。生きているアリ地獄の素能に多数の昆虫病原菌が共生しており、殺虫活性はフグ毒のテトロドトキシンの130倍と言われている。 九十五に残る、外骨格は、再び大顎を使って、すり鉢の外に放り投げる。一方で、アリ地獄は、獲物が落ちてくることが確実でない。七タ,タ式の祭事戦略であるため、実験では三ヶ月以上飲まず食わずでも耐えることができる。アリ地獄は、後ろにしか進めないが、発霊幼虫の頃は前進して、自ら餌を捕らえる。また、蟻地獄は肛門を閉ざして、 糞をせず、成虫になる羽化時に、幼虫の間に溜まった糞をする。幼虫はさなぎになる時途中に丸い眉を作る。羽化後は、幼虫時と同様に肉食の食性を示す。かつては、薄バカゲロウ類の成虫は、水だけを摂取して生きるという説が存在したが、大薄バカゲロウなど一部の種では肉食の食性が、判明している。成虫も幼虫時と同じく、 消化液の注入により体組織を分解する能力を備えている。薄葉ロウの成虫はロウの成虫ほど短命ではなく、う化後にから3週間は生きる。一般には、蟻地獄は、う化じまで、糞だけでなく、尿も排泄しないということが通説化していたが、2010年にこれが覆されたと報道された。報道によれば、千葉県袖ヶ浦市在住の小学校4年生が、 アリ地獄の尻から黄色い液体が出ることを発見し、日本昆虫協会に報告した。1998年には研究者が、風は排泄しないが尿はすることを調べ、尿の成分に関する論文も発表していたが、多くの人が長年確かめようとしなかった昆虫の生理生態を小学生が自力で発見したことが評価され、この研究に対して協会より、 夏休み昆虫研究大賞が授与された。薄バカゲロウは薄バカゲロウ属の一種である。全身の長さは4センチメートル前後で、頭部は光沢のある黒色、胸部の背側は黒で、腹側は黄色、隆起した、後頭中央接合部は陥没して黄色である。触角は黒色である。羽は透明で薄くやや幅広く、縁紋は紅白色。脈は 高褐色内し褐色である。薄葉カゲロウの漢字表記は、薄葉遊であるが、北森尾は、ドクトルマンボウ虫ンの中で、これに、薄葉カゲロウを当てた。AB、有地獄。公益社団法人の林水産、食品産業技術振興協会。2021年5月16日閲覧。有地獄の世界京都、教育大学理学科教授少良俊明。 大スバカゲロ石川レッドデータブック動物編2009アリ地獄がおしっこ通説、排泄しないは誤り ?2010 年11月4日付朝日新聞夕刊12面、アリ地獄おしっこする千葉の小4が通説覆す発見、アリ地獄に関する文献一覧。ありがとうございます。